おはようございます。現在時刻朝の7時です。今日はね、早く起きれたの。こんにちは、サトリオです。皆さん知っていますでしょうか。いちご削りというね、6文字の暴力、皆さん知ってますでしょうか。僕らみたいな甘いもの好きにはもうたまらない、いちご削りというね、魔のスイーツがあるんですよ。よく夏フェスとかに僕ら行くんですけれども、その夏フェスとかにね、出店してるの、いちご削りっていう魔法のスイーツを出品してるお店がね、よく出てるんですけれども、いちごを削って、多分そこに練乳も混ざってるんだけど、練乳の混ざったいちごの果実氷をね、こうふわふわかき氷みたいな感じで削ったスイーツなんですけれども、それがもうね、たまらなく美味しいんですよ。たまらなく。思い出してみてください、皆さん。里家ハウスには一度か二度動画で使ったふわふわかき氷機が眠っています。カモンヌ。いや、まあ自分で取りに行きますけどね。よいしょ。ねえ、こうセルフなんです。僕一人なんで全部ね。なんだよその哀れみの目は。ということで、こちらでございます。じゃじゃーん。トロ雪というふわふわかき氷ができるかき氷機をね、去年購入したので、この生のね、冷凍いちごをこのかき氷機でガリガリ削ったら、絶対いちご削り的な美味しいやつができるだろうということで、そういうことです。うわ、マジだ、マジでいちごじゃん。半分に切られてるんですけど、マジのいちごじゃんこれ。コンセント届かない問題があるかもしれない。届いた。あ、ごめんなさいね、お見苦しい。ここにイチゴ入れましょう。さて、では行ってみましょうか。では行きたいと思います。いざ行かん。お、来た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 。すげえ、めっちゃ綺麗なんだけど。今こんな感じ、花びらみたいでめちゃくちゃ綺麗。ちょっと一回ここに練乳入れようかな。間の層に練乳入れといて、後で食べた時に美味しいってなるようにしときますわ。さい。うんうんうん、めっちゃ綺麗。めちゃくちゃ綺麗じゃない？すごい。お店で売ってるのと変わりないくらい綺麗に削れました。で、本物はね、ここにね、クリームが乗るので、ミッキーワッフルの時に買ったホイップクリームがまだ残ってますのでね、これを使っていきたいと思うんですけれども、なんせもうほぼない。ブフってなんないでね。一周足らずで終了。さあ、ということで、待ちに待った試食タイムでございます。クリームはちょっと少なかったんですけど、練乳は入れたし、いちご自体もすごくふわふわでいい感じにできてるので美味しいと思いますが、スプーンがちっちゃいです。それではいちご削りいっちゃいたいと思います。いただきます。これやっちゃったわ、これ作っちゃったわ。朝の7時ですけど、あのね、結構量あるように見えるんですけど、やっぱりふわふわで空気を含んでるから、口の中に入った瞬間にね、ふわって溶けちゃうし、見てる量ほど量は全然ない。ふわふわ、とろとろ、甘酸っぱい。朝に撮影してるからさ、しんどいかなと思ったわけ。起きてこんなのすぐに食ったら気持ち悪くなっちゃうかなと思ったんだけど、余裕。うますぎて怖い。はい、ごちそうさまでした。うわ、今思いついちゃった。これ絶対ヨーグルトとかに入れたら美味しかったじゃん。はい、ということで今回ですね、1年ぶりにこのふわふわかき氷マシンでいちごを削ってみたんですけど、これね、結構いいわ。フルーツ削りシリーズ、メロンとかもできそうだし、あと何やろうかな、リンゴとか冷凍みかん丸ごととかいったら結構美味しそうな気がするので、まあ、動画にするかは分かんないんですけど、ちょっとやってみたいと思います。ということで、また次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。